南北戦争中の北軍第9軍団は、カロライナ、バージニア、ケンタッキー、テネシー及びミシシッピで活動した軍団である。第9軍団第1師団基礎正式に、軍団番号が与えられたのは1862年7月22日で、あるが、第9軍団の組織自体は1862年2月のアンブローズ・バーンサイドによるノースカロライナ遠征に、遡る。 6月にノースカロライナ遠征が北軍の勝利で終了するとバージニア州ニューポートニューズにおいてノースカロライナ遠征に参加したバーンサイドの2個師団とアイザック・スティーブンス准将の師団を中核とし3個師団に編成の第9軍団が組織された。師団長はスティーブンス、ジェシー・リー・リーの少将及びジョン・パーク少将であった。第9軍団は ポトマック軍に所属していたが、ニューポートニューズに短期間滞在した後、ジョンポープ少将のバージニア軍を補強するよう命令を受け、8月28日から30日の第2次、ブルランの戦いに参戦した。これが第9軍団にとって初めての戦闘であったが、スティーブンスとリノの2個師団のみが参加し、その戦力は12個、連隊、2個砲兵中隊で、 兵力は5000人以下であった。バーンサイドが不在であったため、リノが代理の軍団長を務めた。第二次ブルランの戦いでの損害は、戦死204人、戦勝1000人、行方不明319人の合計1523人であった。いくつかの連隊は、南軍の激しい砲火にさらされ、第28マサチューセッツ連隊は234人の損害を出している。 その後第9軍団は、ポトマック軍のメリーランド方面作戦に加わった。バーンサイドは、ポトマック軍右翼の司令官として第1軍団と第9軍団を指揮したため、リノが引き続き、第9軍団の司令官を務めた。スティーブンスは9月1日のシャンティリーの戦いで、戦死しており、スティーブンスに代わって第1師団長には、オーランド・ウィルコックスが就任し、第2師団長は、 サミュエル・スタージス、第三師団長は、アイザック・ロトマンが任じられた。メリーランド方面作戦中は、ジェイコブ・ドルソン・コックスのクナーウ師団が一時的に所属した。また、いくつかの連隊も追加され、4個師団の戦力は29個、連隊、5個砲兵中隊、総人員13,819人であった。1862年9月14日の、 サウスんの戦いは、ほぼバーンサイドのポトマック軍右翼のみが戦った。サウスんの戦いは、北軍の勝利に終わったが、第9軍団は、戦死157人、戦勝691人、行方不明41人の合計889人の損害を出した。第1軍団の損害も、ほぼ同程度であった。リノはこの戦いで戦死し、コックスがその後を引き継いだ。 9月17日には、アンティータムの戦いが発生、北軍が勝利し南軍のメリーランド侵攻は終わった。この戦いでは、両軍ともに大損害を受けたが、第9軍団は、約8500名の実動人員に対し、戦死438人、戦勝1796人、行方不明115人の合計2349人の損害を受けた。 第3師団長のロットマンも瀕死の重傷を負った。コックスの師団はこの戦役の後にバージニアに戻った。この師団はサウスサンとアンティータムで輝かしい勇気を示していた。コックスは軍団を去り、ウィルコックスが軍団長となった。ウィルコックスの後任の第1師団長にはウィリアム・バーンズが就任した。ロットマンの後任の第3師団長には ジョージ・ゲッティが就任した。1862年11月5日、バーンサイドはポトマック軍の司令官に任命され、アメリカ連合国の首都リッチモンドを目指し南下した。12月11日から12月15日のフレデリックスバーグの戦いでは、第9軍団は第2軍団と右翼大師団を構成し、エドウィン・サムナー少将がその指揮を取った。 第9軍団の兵力は31個、連隊、5個砲兵中隊であったが、フレデリックスバーグでは、戦死111人、戦勝1067人、行方不明152人、合計1330人の損害を受けた。北軍は敗北し、北へ引き上げた。この戦いの後しばらくして、ジョン・セジウィックが軍団長となり、ウィルコックスは師団長に戻った。 1863年2月5日、セジウィックに代わって、ウィリアム・ファーラー・スミスが軍団長となり、2月12日に、ニューポートニューズへの移動が命令され、そこに約1ヶ月止まった。スミスが軍団長を務めたのは短期間であり、翌月には、ジョン・パークが軍団長となった。ニューポートニューズ滞在中に、ゲッティの第3師団は、サフォークへの移動を命令され、 第7軍団に編入された。この師団は第9軍団に戻ることはなかったが、1864年にそのうちの第4ロードアイランド連隊のみが第9軍団に復帰した。バーンサイドはフレデリックスバーグの敗北後にポトマック軍の司令官を解任され、ケンタッキーとテネシー東部も担当するオハイオ軍管区の司令官に任命された。彼は かつての彼の軍団を霊下に組み入れることを願い出て許可された。1863年3月19日、パークはウィルコックスとスタージスの2個師団を率いて西部戦線に向けて出発することとなった。出発の直前、第2師団長がスタージスからロバート・ポッターに交代した。第9軍団は2ヶ月間占領軍としてケンタッキーに駐屯した。 1863年6月、ビックスバーグの包囲戦の最中のユリシーズ・グラントを支援する命令を受け、直ちに出発した。ビックスバーグでは、その包囲には参加したが、戦闘を交えることはなかった。ビックスバーグの南軍の降伏後、パークのニコシダインは主力軍に合流し、ジャクソンに向かった。そこでの戦いでは、死者34人、戦勝229人、 行方不明28人、合計291人の損害を受けた。ウィルコックスはインディアナでの任務に就いたため、第一師団はトーマス・ウェルシュが師団長となった。ビックスバーグ方面作戦は戦闘によってではなく、疾病によって軍団にとって高くつくものとなった。マラリアに倒れた中には、ウェルシュも含まれ、治療のために家に向かったがまもなく死亡した。 第9軍団は1863年8月にミシシッピを離れケンタッキーに戻った。そこで短期間休息を取った後、すでに始まっていたバーンサイドの東テネシー侵攻に参加した。ニコ師団の兵力は約6000人にまで減少していた。パークはオハヨ軍の参謀長に転出し、ポッターが軍団長となった。師団長は エドワード・フェレーロ巡将とジョン・ハートランフと大佐であった。フェレーロの師団は1863年10月10日に小規模なブルース・プリングの戦いに参戦した。軍団全体としては11月16日のキャンベル駅の戦いに参加した。軍団はノックスビルを占領し、その解放に出動してきたジェームズ・ロングストリートの軍と戦い、12月4日に ロングストリートが撤退するまでそれは続いた。1864年1月17日、ポッターに代わってウィルコックスが軍団長となったが、1月26日にはパークが軍団長となり、ウィルコックスは第二師団長となった。バーンサイドは軍の再編成のためにアナポリスに戻るように命令された。4月にはバーンサイドの下に、 第9軍団は4個師団編成に拡張され、それぞれの師団長は、トーマス・スティーブンソン、ポッター、ウィルコックス、フェレーロであり、フェレーロの師団は、アフリカ系アメリカ人で構成されていた。軍団の実動人員は19331人で、ヤホー42門を有していた。兵力はさらに増強され、5月10日には32708人となっている。 それぞれ方兵二個中隊を有する四個師団に加え、六個、方兵中隊からなる予備方兵旅団、重宝部隊及び、騎兵部隊の兵を不評とした、特設連隊があった。合計で四十二個不評連隊、十四個、野方兵中隊から構成されていた。フェレイロの黒人部隊はそれまで戦闘に参加したことが、なかったが、白人連隊も多くは、親切部隊か、あるいは、 基地任務しか経験がなかった。古参の連帯の場合でも、兵士自体は新規の徴兵が多かった。1864年5月に開始されたオーバーランド方面作戦では、北軍総司令官ユリシーズ・グラントがロバート・イリーに対して攻勢作戦を取った。グラントの霊下には、ジョージ・ミードのポトマック軍と、これとは独立して、グラント直轄の第9軍団があった。 バーンサイドは形式的にはミードより上位のランクにあり、ミードからの命令を受けることを拒んだため、この変則的な編成が取られた。ノースアンナの戦い前には、グラントは、この組織は非効率であると判断し、バーンサイドを説得して、パークと共に自身の参謀長に据えた。これによって、第9軍団をグラント直轄にする必要がなくなり、5月25日に、 第9軍団は、ポトマック軍の所属となった。オーバーランド方面作戦の最初の戦いである、5月5日から7日のアラノの戦いでは、戦死240人、戦勝戦2 3 2人、行方不明168人、合計1640人の損害を出した。5月8日から21日のスポットシルバニア、コートハウスの戦いにおける損害は3146人。 内訳は、戦死486人、戦勝2119人、行方不明469人であった。最大の損害を出したのは5月12日で、ミュール州都市部の右側面に対して、突撃をかけた時であった。第一師団長のスティーブンソンは5月10日に戦死、以前、第二十一軍団長を務めていたトマス・エル、クリッテンデンが後を継いだ。 コールドハーバーの戦いの最中の1864年6月9日、クリッテンデンは自身の要請によって第一師団長を退き、ジェームズ・レードリー殉将が師団長となった。第二次、ピーターズバーグの戦いでの最初の突撃となった6月17日、軍団は輝かしい攻撃を実施した。ポッターの師団は南軍前線を突破、一旦は確保したが、 適切な支援が得られなかったために手放さざるを得なかった。翌日も同様の攻撃を実施したが、ポッターとウィルコックス師団の損害率は異常に高かった。損害は、戦死497人、戦勝3232人、行方不明262人の合計2991人に達した。戦死者の中には、 公平部隊の指揮官であるジェームズ・モートン准将が含まれていた。南軍の防衛陣地は突撃で抜くには強固すぎた。南軍は残壕を掘り、その後10ヶ月間続く包囲戦に備えた。6月19日、それまで公平任務についていて不在であった。フェレーロの黒人兵からなる第4師団が軍団に加わり、他の3個師団と共に残壕に入った。 第9軍団の前線の一部は敵の防御陣地に非常に接近しており、簡単なく敵の砲火にさらされたため、毎日のように死傷者が出た。他の軍団が担当する前線は、比較的静かであったが、第9軍団の兵士は常に注意を怠らない、必要があり、また死に直面していたため、大変な緊張を強いられた。南軍は、フェレイロの黒人師団の存在のために、必要以上に、 第9軍団に圧力をかけたと思われる。第9軍団は悪名高いクレーターの戦いで主役を演じた。この戦いでは長い行動を南軍防御陣。この行動はポッター師団の第48ペンシルベニア連隊の元炭鉱労働者によって掘り進められ、4トンの火薬を爆発させることに成功した。この爆発により巨大なクレーターができたが、 続く突撃は失敗した。もともと突撃は、フェレイロの黒人兵が実施する予定で、クレーターの縁に沿って突撃する訓練を受けていた。しかし、突撃直前に、グラントとミードは、政治的な理由から、黒人師団ではなく、白人師団を使うように、バーンサイドに命令した。結果として、レドリーの第一師団が担当することとなったが、兵士は、 この攻撃のための訓練を受けておらず、レドリー自身も酒によって後方にいた。兵士たちはクレーターの中央に進んでしまい、クレーターの淵に陣取る南軍兵士からの良い敵になってしまった。フェレーロの黒人師団は後方でよく戦ったが、成功の機会はなかった。第9軍団の損害は3475人に達し、その内訳は戦死473人。 戦勝1646人、行方不明1356人であった。直後に、レドリーは解任され、第一師団長には、第23軍団の第二師団長であった、ジュリアス・ホワイト巡将が就任した。1864年8月13日、バーンサイド休暇扱いとされ、軍団に戻ることはなかった。パークが軍団長となり、戦争終了までその任にあった。 8月19日から21日のグローブ多番の戦いでは、ホワイト、ポッター及びウィルコックスの師団が参戦し、相当の損害を出した。参加した不評は6000人以下であったが、60人が死亡し315人が負傷した。この時点までに各師団の実動兵力は大きく減少していたため、組織の見直しが必要となった。ホワイトの第一師団は解散となり、 所属連隊は、ポッターとウィルコックスの師団に振り分けられた。師団番号も変わり、ウィルコックス師団が第一師団、ポッター師団が第二師団、フェレーロの黒人師団が第三師団となった。しかし12月には、フェレーロの師団は軍団を離れ、多くの連隊は新設の黒人兵のみで構成された、第25軍団に配属された。フェレーロ自身は、 バミューダハンドレッドでの特設部隊の司令官となった。フェレーロ師団の空白は、ペンシルベニアの徴兵期間1年の兵で構成された6個連隊を2個旅団編成の師団とすることで埋められた。師団長は、ジョン・ハートランフトが務めた。この師団は、ステッド・マントリでの戦いでは、防衛任務につき、重要なキロで見せた能力により、ハートランフトに栄誉を加えた。 1865年3月31日時点での軍団兵力は実度18,153人であり、ヤホー36門を有していた。この兵力で第9軍団は最後の作戦に参加し、4月2日、ピーターズバーグは陥落した。第9軍団のみが戦果を上げたわけではないが、 ピーターズバーグの公共建築物に最初に旗を形容したのは第9軍団であった。この戦闘が軍団の最後の戦闘であり、1865年7月27日に軍団は解散した。ありがとうございます。